桐生ドリーム戦1号艇新田裕志選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日安定板装着してのレースとなりましたけれども、前半レースは2マークでの逆転もありました。そうですね、はい、まあ足的には普通かなと思って走ってましたけど。あ、そうだったんですね、はい、今日は改めて安定板が外れてということになりましたけれども、うん、なんか今朝乗ってる感じは少し足合わせて勝つ人の方が多かったんで、中堅よりいい可能性が高いと思います。そうですか、はい、特訓の感じはお腰からする人に向けていかがだったでしょうか。まあ、ちょっとお腰は少し不安定なんですけど、スタートはなかなかね難しいと思うんで、はい、さあドリーム戦ね1号艇ということになります。最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、ドリームもしっかり逃げれるよう頑張ります。桐生ドリーム戦2号艇赤坂俊介選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の2走は安定板を装着してのレースとなりましたけれども、まず昨日2走されてみて感触というのはいかがでしたか。プロペラは、前走車のままそのまま2走とも行ったんですけど、はい、まあ、エンジンはしっかりしていると思います。ちょっと自分のセッティングとちょっと違ったので、はい、慣れてない部分はあったんですけど、はい、今朝特訓なども出られましたけれども、はい、改めて安定板が外れてというのはいかがですか。まあ、そんな悪い感じはしなかったので、うん、はい、まあ、それベースで微調整していきます。わかりました。それでは最後に今節の意気込みをゲストの皆様にお願いいたします。はい、1節間精一杯します。桐生ドリーム戦3号艇山本周一選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日は安定板装着してのレースとなりました。久々の割には、まあ、プロペラも合わせ切れて、はい、まあ、水面も違和感なく走れましたね。あ、はい、そうでしたか。あ、じゃあ調整に関してもいい調整でレースはいけたと。そうですね、いい調整ができたと思います。そうですか。今日は安定板が外れてということになりますけれども、改めて安定板が取れて試運転スタート特訓いかがでしたか。と安定板が出て今日乗ったんですけれども、うん、ちょっと合ってないなっていう感触がありましたね、はい、特訓の感じというのはメンバーと比べた感じというのはいかがでしたか。ちょっとばらつきがあったんで、はい、そこら辺の行き足関係が、安定感がないかなっていう感じですね。はい、さあそれではね、久しぶりの桐生水面となります。最後にゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、久々ですけれども頑張ります。お待ちください。桐生ドリーム戦4号艇重野聡選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日のレース1走ということになりましたけれども、ね、アクシデントもあった中でした。はい、その中でまずはこの感じられた部分というのはいかがでしたか。まあ、エンジンに関しては申し分ないなという感触です。あ、そうですか。はい、どのあたり良さそうな気配ありますか。まあ、全体的に、悪いところがないという感じですね。そうですか。今日に向けてはまた安定板が外れてのレースということになりますけれども、何か今日は求めていきたい部分などはありますか。特に回転を合わせ程度でいけるかなと思います。さあそれではですね、最後に今節の意気込みをゲストの皆様にお願いいたします。はい、最終日最終レースまで走れるように頑張ります。応援お願いします。桐生ドリーム戦5号艇伊藤正義選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の初日の2走は安定板装着してのレースということになりましたけれども、2走した中でどんな感触が得られましたか。悪くはないと思ったんですけど、はい、はい、今日はこのドリーム戦に向けてやっておきたい作業、求めていきたい部分というのはどんなところに。しっかりプロペラ合わせていきたいですね。お腰からスリットに向けてというのはどうだったんでしょうか。どうですかね、まあ、昨日はちょっと安定板ついたんで、はい、また今日乗って。はい、分かりました。それでは最後にゲストの皆様に今節の意気込みをお願いいたします。精一杯します。桐生ドリーム戦6号艇大沢風紀選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日は安定板を装着しての2走となりました。後半レースは逆転での1着もありましたけれども、感触はどんな感触でしたか。まあ、そんなに悪い感じはしなかったですね。はい、今日は安定板が外れての朝スタート特訓などもありましたけれども、今朝改めて乗られた感じというのはいかがですか。体感は悪くないんですけど、その直線がちょっとあまり良くないかなって感じはしますね。はい、今日は、まあね、2レースとの2走ということになりますけれども、その伸びに関しては求めていきたいところですか。求めていきたいですけど、なかなかその反応が出ないんで、いろいろ、はい、やっていくつもりです。それでは最後に今節の意気込みをゲストの皆様にお願いいたします。はい、地元でいいレースできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。